今日は少し早めだねそうですちょっと今日はもうめっちゃ早起きしたんですよなんかめちゃめちゃ早起きをしたので今日は早く寝ますあ毎日ミヤボとパンパンパンとかたい焼きありがとうこんばんはありがとうございます今日も見ていただいて嬉しいですありがとうパン甘いって書いてる 甘いありがとうございます甘いですね甘い甘いありがとうございますこんばんはたい焼きえたい焼き集めるとなんかあるのなんかあるのかなたい焼きを集めるとありがとうございますたい焼きたい焼きです <laughs> たいやきさんありがとうあ実際もありがとうございます何かあるんですかねおいらは何も知らないの明日は早起き応援して頑張れえだ、ね、意外とね朝って起きれるもんだよ朝はね朝おいらは朝意外と強いタイプですねアラーム1個目で起きれるくまとかありがとうございます こんばんは。こんばんは。朝強いですかみんなは。あんまりありがとう。今日もかわっちゃん、ありがとう。いつも。<laughs> ありがとうございます。これ何なんか、カラフルなやつとか。サイリもありがとう。朝弱いんだ。意外だね。意外だね。 アラーム鳴る前に目が覚めますもうアアララーームムいらんやアラームかけないチャレンジしてみたら朝強いですいつも2時ごろ2時ごろって夜中じゃん朝って言わんだろ <laughs> 鳴る前に起きて止めて寝ますそれ起きれる大丈夫なやつすごいねみんなアラームより先に起きるぜすごいね朝強い人も結構多いねすごいですよね あ、わかるなんかスクショめっちゃできちゃうだからなんか止めるやんわかりますかなんか iPhone だと横のボタンを押すと止まるんですよでこうやって「わ、ま、ー!」ってやるとスクショがいっぱいできてる <laughs> そうもう私もう寝坊怖すぎて本当に寝坊しちゃうと1個電車乗り遅れると岐阜はん もう間に合わないんですよ <laughs> あの間に合わないのでちょっとめちゃ猫の声する今日は猫ちゃんの野良猫の声が聞こえるかもしれない <laughs> そうだから一回電車を乗り過ごすとも来ません今日電車乗り過ごして駅で30分待ったえー、長くない30分 30分は辛いねやっぱ地下鉄とかは10分に1回ぐらい来るよね都会っていいよね <laughs> ありがとうたい焼きたい焼きありがとうございます <laughs> 乗り換えでダッシュするわいやー乗り換えもね駅によるなんか簡単な乗り換えの駅あるやんなんか優しめのだったら けけるけどなんか駅によってはなんかめちゃめちゃ乗り換え遠いところとかあるからもうそこはね無理ー電車よりも車移動、まあ、車移動が一番いいんですよはいうわ分かるラッシュえっもう本当に東山線乗ったことありますか朝の8時ぐらいの東山線はやばいですよ本当にもうここじゃん って感じこんなんじゃないけどもうココちゃんの心の中心と頭の中って感じです本当にやばいっすよ本当にね恐ろしいですもうって感じマジ埋まるもんココちゃん割と背がちっちゃい方だから世の中では多分だから 埋まるの埋まっちゃうのマジでって感じですねはい埋まります <laughs> 助けてあげたい助けてやばいです本当に危ないみんなさん女性専用乗れば女性専用って確かに女性専用いやなんかでも一本でも早く乗りたいじゃん俺的には 俺的にはとかね <laughs> だからもうギリギリに乗るともうって感じやばいですねえ何それい焼き30何それどこで見れんのそのなんかい焼き集めるとさもらえるみたいなやつちょっとみんな教えてよ俺にどこで見れるあこれだ和菓子祭2024じゃないこれ 和菓子まつり2024年 <laughs> え違うやん違うやんけえこれんんんみんな和菓子まつりあこれの合ってるやん合ってるやんけんどこどこですかねこれかうん これランキングに入らんとかの。わかんない。やばいです。<laughs> 全然わかんない。いやたい焼きはいいですよ。たい焼き。たい焼きさ。なに味派。オイラッチは。ええー、たい焼き。 何味がんのたい焼きってそういえばカスタードカスタードやなえあんこやだあんこやだカスタードやろカスタードえつぶあん渋すぎカスタード大好きわおいらもカスタード大好きなんかふいに食べたくなる本当にカスタードってあんこはこしアんダメこしアんずっと <laughs> ここさんえ何自慢焼きえっ知らないなんかあんのかなそういう地域のものが <laughs> コシアこしあんでしょこしあん時代はこしあんですえつわ本当に言ってる大人やな大人あれの良さが分かるのめっちゃ大人おいら赤服赤服みたいな やつめちゃ好きだもんあれつぶこしあんやろこしあんあれコこしあん粒ああこしあん赤福知ってる赤福おまんじゅうとかならこしあんもありえー、そうだね確かにおまんじゅうはこしあん全部こしあんだよ何,に何でもこしあんだよ <laughs> 粒本当にいらないえっ、ー、でわかる かオイラにはね、まだ粒の良さがちょっとわかんないんだよね。<laughs> 全然わかんない。やっぱね、腰、腰してほしい。こしてくれ。お願いします。皆さん大人ですね。お汁こお汁こは、お汁この中に入ってるお餅が好き。え、わかるこれ。お餅、めっちゃ甘くないですか あの、おしるこの中のおもち <laughs> そのうち粒が欲しくなるよえ欲しくなるかな欲しいよ欲しくなる時代が来るねじゃあそうだよね赤服があればえおしるこできるのあ確かにえでもおもちえみんなさおしるこってさ焼いたおもちだよね焼いたおもちがめっちゃよくない 焼いたお餅入ってるお汁粉がいいわ <laughs> かるえこれやえ焼かないお餅入れることあんのかなわかんない焼いたお餅だよねやっぱ <laughs> 焼いてるお餅大好き役意があるやっぱないよねないのかなんか赤服ゴーリーみたいな ののが私は食べたいでですやっぱ夏なので赤福氷見たことないんだけど <laughs> 実物見たことないどんな感じなんだろう赤福氷食べたことある人いますか赤福氷食べたいのさおいらはこれがえなんかえいやえ赤福入ってんの中に「はーい」って言ってる <laughs> え名古屋駅にあんの これ食べたい。本当に。<laughs> 赤福ぜんざい。赤福ぜんざい。ええー。赤福氷食べたい。おいらは。やっぱ伊勢だよね。<laughs> 名古屋トークについていけない。え <laughs> え、ね。あんた。あんたついてきなさい。ね。皆さん。 オイラはやっぱかき氷食べたいわおいしいかき氷みんな食べてるよねおいしいかき氷が食べたいですありがとうギフトめっちゃ <laughs> 松坂屋松坂屋にあるの絶対混んでるよなんかおいしいかき氷屋さんあったらぜひ教えてください食べたい1時間並ぶ 1>, 1時間も並べないおいらおいら並べないえ並べる派ですか皆さんみんなさ並べる派でもさおいらは並べないえなんかユニーバーとかディズニーとかなら並べるけど100100 100分ぐらいあるとちょっとうおめっちゃ並んでるって思うけど120分ぐらいが限界なんだけど <laughs> 並べない並べる派ですか 並べない同じだね並べないそうだよな、ね、暑いなんか暑いとねさ寒かったらまだいけるディズニーでこの前5時間並びました並びすぎやろー並びええー、おタクは並ぶのが仕事だからなーって言ってる素晴らしい待つの得意さすがだね <laughs> すごい 5分も無理5分は並ぼうや <laughs> せめて5分はなら俺は120分ぐらいまでならいけるへえトヨスタコンの物販めっちゃ並んだええすごいなんかあの時代からあなたはすごいです <laughs> 何乗ったのえっおいらはディズニーで一番好きなのはスプラッシュマウンテンです <laughs> 意外とね長いよ全然あ長えなと思うけど乗ると忘れちゃうんだよね <laughs> ね今日ミスででみぞで,で15分ならなえー、かわいい15分15分だね15分ぐらいはね余裕ですよ深夜の2時から並んだこともうそれさどうなの寝袋必要じゃない <laughs> 寝袋いるるやろ絶叫系乗れるえー、なんかね長島,長島はあのよく行くんですけどよく行くんですけどって言ってもその年にその5回ぐらいですけど5回も行ってるかわかんないですけど <laughs> あのスチールドラゴンスチールドラゴンやったっけあの赤いでかいやつあるやんわかるわかるかなは乗れないあれだけ乗れない長島は <laughs> こんばんばはありがとうねえ長島みんな乗れるジェットコースターはねあ結構行ってる多いこれなんか長島結構好きなのさ個人的に <laughs> ホワイトサイクロンできた時えすごいホワイトサイクロンってもう白ゲーだよねスチュードラゴンが一番面白いえすごい乗れない絶対怖い できた当初4時間並んでたのえやーすげえあののはね乗れませんよ怖くて死にます多分無理だと思うなんか2回2回これが来んのマジめっちゃ高いやつが1回だったら気合入れたら乗れたと思う二 <laughs> 2回転するやつ乗った何それ藤山が楽しかったえねね富ねねえ駅を教えてほしい私に あ,15ありがとうございます。イエーイ。4日連続ありがとうございます。明日はちょっとできるか分かんないな。明日はちょっとできるか微妙です。多分できないと思う。12も公演だから、まあ、間に合えばしますって感じ。13もちょっと分かんなくて14とかはしたいって感じ。今んとこ。<laughs> ね時間経つの早いね。 ありがとうございます。多分ね。明日はちょっとわかんないです。よろしくお願いします。うん、ありがとう。12個5歳にアイロンで行ありがとうございます。アイロン楽しみにしてますよ。皆さんに。<laughs> こんばんは、ありがとう、今日は。ユニバのダイナソーはすごかった。うわ、めっちゃ怖いやつだ。でも、今なら乗れる気がする。なんか、 ユニバにあるやつ乗ったことあるあれ何なんか恐竜のやつめっちゃ怖くないと思ってさ乗ったらめっちゃ怖かった中学生ぐらいかな高校生の時かなめっちゃ怖かったもう乗れないでも挑戦したい頑張る行ったら絶対乗りたいねえ藤急行ったことある人教えてほしい私にあのー 高車高飛車,高飛車とかさあ,あ何があったっけ a、えー、じゃないか結構あのジェットコースターの YouTube とか見るのが好きだから結構ね詳しいだよ俺顔見えて乗れないけど行ったことある人お化け屋敷は大丈夫な人ですか無理ですなんかねあの富士急にあるなんか何時間レベルのやつはねちょっと無理かもしれん <laughs> 何時間レベルはねちょっと無理かも怖いパルパルランドパルパルえ俺あるよパルパル行ったこと浜名湖パルパル行ったことあるよパル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 絶叫系みんな好きすごいねかっけえ俺乗れんもんホワてするのが長時間続くとも

怖いんですかエナキョうランドえエナキョうランドはなんか私めっちゃ行きたいって言ってたんだけどなんか連れてってもらえなかったエナキョうランドちょっと連れてってもらえなかったですね <laughs> 行きたいって言ってたんだよ家族に <laughs> でもダメモンキーパークはめちゃめちゃ行ってましたマジでえー、なんでワーキパーク行ってみんなモンキーパーク行ったことないって言ってる モンキーパークはあの本当にちっちゃい子向け <laughs> えちっちゃい子向けもうほんと小学校の時とかめっちゃ行ってためっちゃ楽しいそう <laughs> そうなんだよ猿がいるえ猿の方はね行ったことない年パスは持ってないんですよさすがにね <laughs> え行ったこと鈴鹿サーキットえ行ったことない 全然、そう、小学生まで、中学生ぐらいから長島デビュー、長島スパーランドデビューしてて、全然乗れなかったけど、最初は。なんと、乗れるようになったんですよ。成長を遂げて <laughs>。え、猿の方楽しい。猿の方はね、なんか、私の、ちょっと、めっちゃちょっとした、 なんか3つぐらい下の台からなんか遠足でモンキーパークのサルの方に変わってたオイラはあのアクアトトアクアトトって知ってるアクアトトに遠足行ったことある <laughs> アクアトトってところに行きました <laughs> そう水族館みたいな感じのところに行きました <laughs> これマジで岐阜話すぎる岐阜の子すぎるこれそうなんですなんか川魚川の魚の水族館みたいなとこに行きましたはい <laughs> でもねもう,もう何年も行ったことない小学校1年生とかが最後かもってぐらい <laughs> でもさ岐阜話ばっかだとさちょっと岐阜の 以外の人がやっぱダメかな岐阜以外のところで行ったことあるのはえひ、ー、姫たんとなんだっけあの横浜のあのねなんあ中華街となんかさよその近くにさ遊園地あるやろうなんか遊園地あるんですよなんかあコスモワールドだコスモワールド に行ったことがあります <laughs> そうみなとみらいめっちゃ都会のとこもうねみなとあれコスモワールドコスモワールドじゃないかあれマコピだったっけえっひめたんとは中華街に行ったことある <laughs> マジでねあの本物のね中華街を俺はねそこで見た時にすげえってなった 中華だった本物の中華を感じました <laughs> マジで中華だったえもう本当にすごい感動感動中華感動中華偽物とかあるの <laughs> ないか偽物じゃないかあれは本物かそうあとそうなんかでもおいらはあとどこだろうどこ行ったことあるだろうか コピ浅草ではない浅草も行ったことあるよマコピと食べ歩きをしました浅草でなんか浅草にある遊園地あるじゃん花屋敷花屋敷やったっけ <laughs> 花屋敷あそこめっちゃ行ってみたい行ったことないんですよなんか行ってみたいと思うんだけどどこにあるんですかなんか隠れてる花屋敷絶対に隠れてる <laughs> もう行ってみたい 本当に本当に本当に行ってみたいなんか結構昔ながら感があるみたいな浅草の <laughs> 隠れてるよ俺見つけたことないもん入り口入り口見つけたことない結構行ったことあるんだよ浅草もだけど入り口見たことない隠れてはいない隠れてるよで入り口見たことないもん あのね花屋敷の中にあるなんか高いタワーみたいなやつあるじゃんそれだけねあの見せてもらった見せてもらったってかさ見えたであそこは花屋敷じゃないのかって思ったけど入り口はうなや見つけられない何ですか隠れてるよね絶対入り口教えてあげたいぜひ教えてください東京すら行ったことないえっ、ー、おいらは え、でもおいらもね東京とかの方は割と行ったことあるのあるんだけど東京こっちこっち方面はあんま行ったことない東京えっ、ー、とね大阪え兵庫ら辺兵庫ら辺でも香川はジョンヘスジョンジョンラジジョンヘスズで行ったことあるぐらいでほとんどねあと福岡とかはあるけど なんか意外とね行ったことない全全県に全都道府県に行ってみたいはい <laughs> 島根来てよ島根のおすすめはね島根えなんか私は香川香川のなんかバカ硬いなんかパンみたいなバカ硬い、なんか美味しいパンみたいなやつ食べたいのさ東京より上もないし北海道はあるけど ないかも遠くを北海道と東京の間ないかもしれんないかも言われてみれば確かに行ってみたいだから今度ね仙台行けるのめっちゃめちゃ楽しみえー、島根えでも島根ってさ有名有名だねえっ全県制覇してる人いるすごいイエーイすごいなあと高知県で47都道府県 すごいあっ千葉あるじゃんあそっか千葉あるか <laughs> 仙台初めてですよそうか千葉の方が奥だもんね確かに何かおいらおバカになった気がするなんかもうおバカだおいらはすごーいでも島根とか遠いねう山口県えなんかさ あのーなんだっけなんかさこっちのさ山口県の辺にさなんかサンリオのさサンリオのさなんかさ遊園地ないえどこだったっけこっちの方にあるんだよでも忘れてしまったどこだ岡山よかない <laughs> 全然あ大分か大分か こっちの方にあるってのはさ覚えてたんだけど遠くない大分ってもうもはやさめちゃめちゃ遠いやないかいハーモニーランドって言うんだ大分もうさもはやさもう福岡福岡に着いちゃうぐらいじゃないの福岡に行くレベルですね車で、ね、行けるんですかこれ車でさ124時間かかりそう <laughs> ね カイニアに連れてってもらうしかないえ長崎行ってみたい長崎行ったことないです長崎もいいないろんなとこ行ってみたいなあラ福岡より遠いのいもうやばいよえ十10時間とかで着くんだでも,もう帰りがやだよそれ帰りが 帰りがね、行きは頑張れるけど帰り頑張れん。帰りに多分休憩しすぎて24時間。24時間かかる。台湾に行こう。もう飛行機やん、それ。おいらは、もう飛行機怖いもん。飛行機落ちたらやだ。もうみんなだから飛行機乗らないで。落ちたらどうすんの私ファンの人にもね、飛行機乗らないでほしい。落ちたらやべえもん。 だからダメ乗らないで願い <laughs> マジで怖い飛行機本当に北海道行く時もマジでブルブル震えた怖すぎてそんな簡単に落ちないわどうせんな <laughs> そうだ車の方が圧倒的に危ないんだろうけどでも違うのだって車の方が絶対生きてられる確率さ高いと思う が一番いねねなんで、ね、この人たちちょっと命知らずの人がいるちょっと本当にちょっとこの命知らずさんにはあの見せてあげないといけない墜落の墜落おいらはそうなんか仰天ニュースみたいな何だっけなんかそういうのの再現 VTR とかのテレビをあのめっちゃ見てるからもうファンの人乗ら 乗ったらあかんマジでダメです <laughs> だからダメもう本当にやだことないよまあまあまあたい焼きありがとううんだから新幹線で来てお願い俺からのお願い再 <laughs> えおいらねめっちゃね好きなのなんか そういうのそういういね再現 VTR めっちゃ好きそういうテレビ結構見ちゃうそうお願いしますならないでね <laughs> もう飛行機予約してあるあ危ないね落ちないで願ってるね俺じゃあ本当にもう慣れてる強い心その強い心はね大事え見すぎて苦手なのかな ちょっと怖いバイクは安全だよ絶対バイク安全やない安全やないマジで気をつけてねみんな仙台飛行機かなえ新幹線がいいよ新幹線新幹線がいい行けるのかな新幹線で何時間ぐらい ?5 時間ぐらい テレビは盛りすぎね命知らず発言 <laughs> えお家から出ないでおきますえっ、ー、<laughs> 4時間ぐらいか意外と意外と近い盛り過ぎる5時間まあ長いね絶対携帯の充電ボタン充電器ついててほしい新幹線 4時間、まあ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 4時間ならね耐えれる耐えれますウイラは耐えますお願いしますお尻えそうお尻めっちゃ痛くなる本当に寝てればついてる <laughs> 寝てればついてるかなちょっと歩いてても車 <laughs> ねえやだほんとに ずっとスマホ触ってるの。え、寝るか、スマホ見るか。USB させるよ。プロ、プローる。プローる。ちょっとみんな詳しいね。さすがやね。さすがー。わかってらっしゃる。素晴らしい。みんな。俺ね、頼,頼れる人、めっちゃ好きや。あの人、めっちゃ頼れるね。ありがとうございます。 もうアイスクリーム売りに来なえっのうやん,なんかこの間さひめたんとさ特会の帰りにさアイス食べたくてさカチカチのアイス食べたくてでもなんか残り新幹線出発3分前ぐらいに食べたいなって思ったのだからあのアイス買いに行ったんだけどレジ混んでて諦めたの。そしたらなんと ホームに、ホームにね、サーティワンの自販機あってね。最初からね、諦めてね、ホームに行ってればね、サーティワンが買えたの。や,やばくないこれ。ホームにサーティワンあったんだけど。信じられない。ショックだった。<laughs> え、ホームに、あのー、自販機のサーティワンがしかも結構味もね、 めっちゃ豊富。え、まじ引っ掛け。これ罠だよ、みんな。罠です。皆さん、お気をつけてください。あのね。ありますから、31のアイスが。しかも、味もめちゃめちゃ豊富なので。え、なにこれ、もうみんな知ってるこれ、罠、罠じゃない私だけの罠。私だけの罠、<laughs> の罠これ。引っ掛か,かったの、俺だけ俺と、姫めここだけ <laughs> そう。 こんなん知れたでしょみんなアイス食べたくなったらもうね諦めてね3分前でも下に行って31があるからえあれがあったの俺の大好きなあのー、コットンキャンディー味わたあめ味めっちゃ美味しいです <laughs> おすすめわたあめ味えでもファンの人にはちょっと甘すぎるかなコットンキャンディー味何があるのかな サーティワン自販機ポッピングシャワーホッピングシャワーなんかさいろんな味あるんだよね見てこんな感じ <laughs> チョコレートオレンジソルベポホッピングポッピングシャワーキャラメルリボンバニラベリーベリーストロベリーコットンキャンディ ですかよくないですか,なですか <laughs> 怒られて怒られてる見たことあるこれありがとうタコありがとうございます自販機が可愛いだよねピンクの感じであのすごくかわいいんですよ新大阪駅に登場って書いてある場所とかあるおすすめはマジで俺はね コットンンキャンディーですでも絶対ファンの人にはめちゃめちゃ甘かもめちゃ甘かもしれないえー、いや無難にいやでもキャラメルリボンもね捨てがたいでもねポッピングシャワーもめっちゃ美味しいえー、ファンの人には絶対コットンキャンディーバカ甘だからポッピングシャワーかキャラメルリボン私は見かけたらぜひ 食べてみてね。美味しそう。食べたことないよ、これは。うん、なんか食べてみてねとか言いながら、あの、私は食べたことないんですけど。<laughs> はい。なので、皆さん、ぜひ、食べましょう。幕張の帰りに。<laughs> はい。ということで、今日の配信、そろそろ終わろうかな。いっぱい見てくれてありがとう、みんな。 30分経ったかな30分ぐらいはできたかな今日もありがとう <laughs> なんで幕張の帰り幕張え今週末はツーショット会があるんですよなので <laughs> ぜひあの愛知から来てくれるよって方はあのー、食べてみて <laughs> はい、じゃあ,ありがとうこちらこそここちらこそね、ありがとうございます。嬉しいです。いつも見てくれて。ウイラも楽しかったよ。ありがとう。お疲れ様。あやと何のコスプレするか決まって決まったよ。なんか、あやに。えー、っとねえ、なんか写真的には。え、これ写真。なんか、可愛い女の人が写っちゃう。 これ写しちゃダメだよねかわいい女の人えこれを保存してみんなに見せばいいかななんかねチャイナチャイナっていうのこれちょっとかわいい女の人ちょっと切り取ってすみませんこうしてなんかこんな感じかわいい 水色とピンクのチャイナみたいな感じですかね。<laughs> えわ、ー、かんないこんな感じです。可愛い,いでしょ。可愛い,い感じなので多分可愛 <laughs> い,いよねめっちゃ <laughs> ぜひあのオフィショットも送りますね。はい多分これ届くといいな。<laughs> 届かなかったらマジでやばい。届かなかったら本当にやばい。大変なことになる。ということで、そろそろ終わりたいと思います。はい、ということで、ランキングだけはもうね、とりあえず。<laughs> えー、13位がね、1三位がね、まだね、届いてない。13位が、えー あーこっちだ十三サもっモッチモッチありがとう !12 位がタチマネありがとうございます。11位がケイチありがとう !10 位がキスケありがとう !9 位がアライちゃんありがとうございます。8位が茶ャドみなさんありがとう !7 位がマーサーヨシありがとうございます。 さん6位がマー、まあ、さんありがとう !6 位が間違えた5位がここちゃんの3たんありがとう !4 位がムー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 ありがとう !3 位がダーリンダーリンありがとう !2 位がしげちゃんありがとうそして1位がたこまるたこまるありがとうありがとうございます ありがとうございましたここちらこそ楽しかったです今日はいろんな県の県トーク都道府県トークありがとうございました楽しかったよんブーあブー早速ありがとうございますありがとうイェーイーありがとうじゃあ次皆さん皆さんの番ですどうしよう うん、ポーズがないですね4日目 <laughs> おおママありがとうございます今日も見ていただいてありがとう今日もああと今日はえっと浴衣のやつもツイートしたんですけどさっき。 浴衣浴衣って言うんですかのやつが締め切りなので皆さん忘れないでください。こちら締め切りです。お願いします。しっかり買ってください。わかりましたか <laughs> はい。こうちゃんのこと気になってるよって方はぜひ。お願いします。今日もありがとうね、見てくれて。多分明日んと、あさってはできたらして。 その次はちょっと分かんないって感じなのでよろしくお願いします皆さんということでみんなバイバーイ買いましたよありがとうお疲れ様でした皆さん本当に今日もえらいえらい偉い偉いみんなえらいねということでみんなおやすみこぼちゃんもう今からお風呂入って寝たいと思いますまたメールも送るねみんなお疲れ様今日も またね。おやすみなさい。バイバイありがとう。見てくれてバイバーイ。またねー。おやすみ。